はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日もモダンフェア3やっていこうと思います。毎年恒例ではあるんですが、どの武器が強いですか？最初何使ったらいいですか？まあ絶対聞かれる質問ですね。これについてちょっと動画撮りたいと思います。まあ最初っていうのは、このカスタムロードアウトっていうね、自由に武器をカスタマイズして使うっていうことができないんですよね。レベル上げないとできなくて、で最初はどの武器もアタッチメントが多分出てないと思うので、正直デフォルトクラスしばらく使った方がいいです。あらかじめそのゲーム側が用意したカスタマイズされた武器ですね。で今作ね、このデフォルトの武器がめちゃくちゃ強いです。特にこの SMG、左から2番目インフィルトレーターのこの SMG と、あと右の方デモリッションのこの MTZ、 この2つ最初使っておけばまあ大丈夫っす。正直ずっとこれでもいいかもしんない。このねデフォルトロードアウトを使っていくと、通常の MTZ のレベルも上がっていくから、ある程度レベル上がったらカスタマイズでこの MTZ を自分好みにカスタマイズして使うっていうやり方でいいと思います。最初はね、デフォルトローダーとマジでバカにできないんだよね。多分これ弱体化されると思う。多分現状最強でレートよし、威力よし、使い心地よしで、この MTZ の方もサイト見やすくて、まあグレポンは基本的に使わないんだけど、ブレもそんなないく、横移動も速く、まあ、非常にバランス取れてるカスタマイズになってるから、本当にこれでいいと思います、最初は。あともう一個、この一番右のコンバットトレーラーっていうデフォルトロードプラス、ストライカーがね、ベータの時にすごく強かった SMG があるけど、まあ、これでもいいかな。これもすごく使いやすい。まあ、僕はこの3つをおすすめします。というわけで今日はこの武器たちでマルチプレイいきたいと思います。これからモダンオフェア3の動画どんどん上げていくので、通知ボタンとぜひよろしくお願いします。エビニフさん、メンバー21ヶ月ありがとうございます。筋肉エイム。いいフラグ。さあ、上クリアリングしましょうか。こっち側いると思ったんですけどね。メンバーってどれぐらいか確認ってできなかったっけ？よいしょ。やっぱ上来たね。この上は、先に倒しておいて、で、一旦 UAV と。UAV 大事よ。OK。そこ行った気がする。下来てる。このポジション。まだ来るかな？おほほほ！待って、まだ来るかも。なんだこの武器。いや、これショットガンじゃない？これ上にいますね。上は、こっから登れるから、やったのかな？オッケーオッケー。攻撃ヘリ出てる。ん？全員そっちか。指ナイス。オッケー。うわー、マジか。うん。モダン2と3の武器はどっちが強いかはまだわからない。けど、まあ、モダン2、3の方か。モダン3の武器の方が、さすがに強めに調整するんじゃないかなと思うんですよね。わあ。お！みんな CDL のランクの迷彩というかスキンつけてるね。やり込んでる人ばっかだな、やっぱり。スキルマッチの成果、これは。わお！おいしょー、いけるね。こう閉めて、フラグ避けます。うわ、惜しい。ワンチャン持ってけんな、この武器。白鳥つけてもいいかもしれん。すごいところに敵いた。間にいる。ダウン。普段いけるんだよ、これ。で、下。この辺いたっぽいけど。OK。指で見て見て。まずい、これ。どっちもいるな、センターと。
おお、追いかけてきてる。削って上だね、次。よし、いよ。あれ、僕の、あ、弾薬ボックスが弾薬ボックスが下に。どうしよう、弾がないんだよな、弾が。だから弾くれ、弾、弾登ってくる。あ、危ない、ヘリ。あ、うわ、ナイス、締めます。弾は回収できてない。 OK、 うわ、 OK、死んだらコメント読みますね。あれ？真下だ。え、これも真下？怖い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 。これも真下？いや、待って。これは、行くしかない。これ乗るしかない、このビッグウェーブ。ナイス。オーケー。一人センターやってく。まだアドバンスあるよ、まだあるよ。オーケー。うわっ、40。え、待って、え、待って、やばい、このキルペースやばくね。まだ来るな。Missed me. Go. Requesting recon flight. ま、ゾンビはね、とりあえずマルチが落ち着いたらかな。もう今とにかくマルチをいっぱいやらんと。みんな上だ。あー、そのダブルキルは美味しそうだな。2回か、これは。待って、46でしょ？ちょっとこれ100キルワンチャンあるかもしんないわ。ナイス。スモーク。いやー、今の負けっか。50でしょ？ここフラグ入れて、センターから。1枚だけいる。オッケー、カット。これでかい。正面フスタン。カット。前詰めたのか。これやっちゃって、で、あとロングだね。エリア取りつつ、センター誰も見れてないよ。ここドア閉めて、これ前上がるか。よしよしよし。指出す。オッケー。若干リス変わったかな、これ。センターはいないで、いないで、ここと、もう一人上かな、それ。ちょっと難しいな。エリア的には、あんま僕これ動かない方がいいか、逆に。動かない方がいい時もある。これ、上登りたい。さすがに一バレしてるからな。いやー、いいフラグ。この人か。くー、くー、このテニスコートじゃなくてサッカー？サッカーのエリア？サッカーコートかな俺は。ここな、どうしようかな。とりあえず左やらんと無理か。ひとまずひとまず。上もいる、下もいる。ここいる。なんか挟まった。この上いると思うけど。いない？あー、そっちか。いやー、UAV つなげたかったな。うん、空爆空爆。避けて。空爆避けた、避けたね。いや、来るんかい。しかも2人。追いかけるか、これは。飛び出た、ナイス。腰打ちたよ。ずっと右来る。これ多分まだ右来る。まだ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 。ちょっと。
ちょっと待って、残り30秒が。ちょっと試合、集中や、これは。いや、キルは無理やったけど。アドバンスと UAV ちゃんと出せてればな、2回目。ありましたね、これは。お、フラグ当たる。なんか1枚だけそこにね。OK。次のエリアは取ってるよ。ここ登ってくるかな。OK、前押さえ、前押さえ。正面押さえてる。階段も来るね。いやー、これは厳しい。おっ、ほほほほ。 OK、 74だぞ。これ敵の、あ、に味方空爆ナイス。 OK。 いや、この辺数字やばいって。やっぱ登ってくる、登ってくる。いや、正面だ、正面だ。どこ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 、まだいる、この辺。耐えてる。うわー、79だって。いや、これ耐えたら100キルあったな。アドバンスも1回出せるかどうかっていう。